チャオトゥッティ。皆さん、今日はですね、僕が10年間ですね、海外でプレーしてるんですけど、今まで一緒にプレーしてきた選手の中で本当に天才パスター、これはやばかったな、この選手やばかったなっていうベスト3をですね、今日は発表したいと思います。いやー、まあね、あの前回日本代表の天才パスターという企画をしましたけれども、この海外編もですね、もうめちゃくちゃもうレベル高いです。まあ、実際僕がですね、このピッチに立ってですね、もう気持ちよく僕を指してくれたね、走らせてくれた天才パスターをですね、発表しますよ皆さん。あのサッカーファンの皆さん、あるいは僕のファンの皆さんは、もしかしたらですね、心当たりがある、こう思い浮かぶ選手がいるかもしれません。まあちょっとこれから発表しますので、楽しみにしてください。まずはですね、第3位、バネガです。バネガはですね、アルゼンチン代表の選手で、僕がインテル時代にプレーした選手です。一緒にですね。で、まあ、ポジションはボランチとかトップ下とかなんですけど、いやー、バネガやばかったですね。まあ、今セビージャでプレーしてる選手なんですけど、もうバリバリですね、バリバリレギュラーでやってる選手なんですけど、とにかくね、ボール絶対取れないですね。あの彼がボールをキープしてる時とか、僕練習でも取ったことないですね。っていうのも、何なんだろうな、あれキープしてんだけど、後ろに目がついてる感じなんですよ。で、僕その自分のそのまあアジリティとかスピードとかは、あのまあキレの部分とかはすごい自信があるんで、いや絶対これ取れるやろと、バネがなんかこう後ろ向いてるし絶対見えてないやろって言って、バッて取りに行っても、絶対に体とかケツとかこう入れられたりとか、足をそのボルトの間に置かれたりとかして、もう絶対取れないんですよ。で、食いついたら、食いつけば食いつくほど、もう逆にターンされて、もう置き去りにされるみたいな。マジね、あれ天才っすね。何なんだろうね、あのなんかこの自分の目の前にあるボールにとらわれないんですよね。ボールにとらわれないんで、常にまあ自分のこの周りの景色だったり敵の状況だったりを、まあこの察知する認知能力といいますか、もうこれがもうずば抜けてますね。なんで見えてないのに見えてるみたいな、後ろがね。何なんすかね、あれ。で、やっぱり人間ってボールが目の前にあると、まあプロの選手でもやっぱりボールにこうやっぱ囚われてしまって、ボールウォッチャーになっちゃって周りが見えなくなったりとか、敵の状態どっから来てるとかっていうのがこうに認識できなかったりとかするんですけど、まあ彼はですね、まあどんなそのあの状況でもボールがまあ多少こうやって浮いてたりとか、あの芝が悪かったとしても、このボールに囚われないんですよね、意識が。あれはね、マジでありえないですね。だから変にもうボール取りに行くと、もうかわされるというか、ターンを逆にされて、あの置き去りにされるんで、もう変に飛び込まないっていうことを、もう彼と対戦するときは意識してました。でですね、またそのキープも、もうキープやばいんですけど、もうパスもね、めちゃくちゃもうセンスあって、とにかくもう僕が受けやすい、味方が受けやすいパスを、まあ、足元なり、あとはまあ裏なりね、あの出してくれるんですよね。で、まあ、右も左も同じように切れるんで、ボールがどこにあっても近い足でもうボールをさばくことができる、パスを出すこともできる、トラップ能力ももうめちゃくちゃ柔らかい、もうあのなんだろう、トラップ、あのいや靴スパイクにスライムつけてんだろみたいな、わかりますよこの感じ、僕の言いたいこと。スライム柔らかいでしょ、スライム、もう靴にあのスパイクの中にスライムを絶対お前入れてんだろみたいな、わかりますいや本当に吸い付くのよボールが。いやあれはね、マジで意味わかんないですね。まあ彼もね、アルゼンチン代表でまあプレーしてたりとか、あれだけね、アルゼンチン代表なんてもう前なんてすごい選手たちがいて、メッシとかね、本当にすごい選手で、レギュラー陣もすごいんだけど、そういうところにこう入っていったりとかするレベルのやっぱり選手だなっていうのは、もう一緒にやって本当につくづく感じましたね。で、またこのシュートもやっぱりめちゃくちゃうまいし、でめっちゃね、あのなんかもう穏やかでいいやつなんですよ、性格が。もう大好きでしたね、もう本当なんかもう怒ったの見たことないみたいな、常に冷静に安定してて、いやーまたね、バネガと一緒にプレーしたいなってもう本当に心から思える選手ですね。まあとにかく、まあ認知能力、このボールがもう見えてないこの世界、後ろの世界とかも認知する認識能力とか認知能力っていうのがもうずば抜けて、もう天才だなと。パスも一流で、それがバネガという選手です。素晴らしい選手でですね、次はですね、第2位を発表します。このね、1位と2位ね、もうめちゃくちゃ悩んでるんですよね。これもう今でもマジで俺悩んでるんですけど、どうしようかな、もうめっちゃ悩むな。
もう同じぐらいのレベルですね。1位と2位同じ、もう僕にとっては同じレベルですけども、ここ順位つけなきゃいけないんでつけます。で、本人たちなんか2位とかにしてたら、いやいや俺なんで俺が1位じゃないんだよみたいな感じで連絡来そうなんで、ちょっと面倒くさくなりそうなんですけど、まあ、とりあえず同じぐらいのレベルだとちゃんとこう言うとかないと絶対怒って連絡来るんで。よし、じゃあ行きましょう。第2位発表します。カスターノ、アントニオ・カスターノです。もうね、これもう転戦も程があるね。ありえない。プロフェッショナルかじゃないかって言われるとプロフェッショナルではないですそんな本当にプロの意識っていうものは彼はそこまでなくてですね、もう本当に好きなもの、美味しいものをいつもわーって食べて、わーってもう喋って、もう冗談ばっかりして帰るみたいな。普通ですね、練習前って大体みんなこうジムでですね、こう体をこうほぐしたりとか準備したりして練習に入るんですけど、彼ジムにいるの見たことないですね、僕本当に見たことないですよ。で、終わった後もですよ。普通はですね、終わった後も大体のプロの選手はですね、こうジムに行ってこうストレッチしたりとかですね、まあ筋トレしたりとかですね、するもんなんですけど、練習終わった後も見たことないです。彼は練習終わったらすぐにシャワー浴びて、まあ午前中の練習だったら昼食を食べに行きます。で、昼食ももう美味しそうに、もうグルメなんで、めちゃくちゃグルメなんで、もう美味しいもん大好きで、なんでもう美味しいもんいい、もういっぱい食べて、で、めっちゃ喋って、もうめっちゃ喋るんですよ。しかもうわーみたいな、怒る時もあるんですけど、もうとにかく冗談好きで、もう常に喋ってるみたいな。もう彼がもうどこにいるか分かるんですよ。もう練習場に入った瞬間にもうインテルの練習場めっちゃでかいんですよ。めっちゃでかいのに練習場入った瞬間にもう彼がいるとこ分かるっていう。ああ今レストランいるねとか、あジムはいないですね。ジムはいないですけど、ドレッシングルームいるねみたいな。あ今シャワー浴びてるねっていうのが分かるぐらいもうずっと喋ってます。しかもめちゃでかい声で。っていうね、もうもうめちゃくちゃ面白いやつなんですよね。で、さっきの話してないですね。もう面白い、もうキャラ面白すぎて、面白すぎて、ちょっともうサッカーの話ちょっとまた今からするんですけど、これね、サッカーマジでもうこれ言葉で表せない、この天才っていう言葉以上のものがあるのか。僕は逆の立場なんで、僕は才能がなくて、もう本当に誰よりももう練習をやってなんとか生き残ってるプレイヤーなんで、もう彼のようなそのなんかプレイヤーは真逆なんですよ。だからもう理解できないんですよ。理解不能なんですよ。なんであんなピッチで想像力あるプレイできるのか、イマジネーションは何あれみたいな。でですね、まあ彼インテル時代で一緒にプレイしたんですけど、基本的に左サイドハーフやってたんで、僕の前やってたんですよね。だからもうめちゃくちゃやりやすいんですよ。とにかく基本的にあんま走りたくない選手なんで、足元をもらいに行くんですよ。でもこの足元もらうそのタイミング、もらいに行くタイミングとこのキープ力といいますか、もうこれもまあバネガの時も話しましたけど、もう認識力、後ろの認識力というか、もう認知力が半端じゃないですよね、これで。まあ、とにかく時間を作ってくれる。まあ、ダイレクトでもう僕がいい感じに走ってる時はダイレクトですげえもうそれ見てたのみたいなところに出してきたりとか、僕の上これよく見れてたなみたいなパス、創造性あふれるパス出してくるんですけど、とにかくね、時間を作ってくれるんでキープできるんですよ。で、敵がもう取ろうとしたら、ま、もうターンして前向いてくれたりとか、敵来なかったらもう普通にね、またそれも前向いて走ってる方に出したりとか、でも時間作ってくれるんで、とにかく僕が走るタイミングとか時間があるんで、カッサーノって名前がある選手、世界的にも有名な選手なんで、まあ相手のサイドバック、ディフェンスはですね、カッサーノにやっぱ気を取られてしまうんですよ。で、持ち方ももう足出したら取れそうやみたいな、取れるでしょっていうようなところに置いてるんですけど、足出したら絶対取れないんですよ。足を体入れられるとかターンされるとか、逆側にっていう感じなんで、まあとにかくカッサーノにディフェンダーがやっぱりボールウォッチャーになってくれるんで、ボールウォッチャーというかうまくにね行ってしまうんで、もうとにかく裏がどんどん空いてくるんですよ。その裏が、僕はそこにもういいタイミングで入ればカッサーノが絶対出してくるみたいな。いやー、もうめちゃくちゃ気持ちよかったね。もうやりやすすぎて、動物に例えるとね、カバいるでしょ、カバみたいな感じ。あれ1トンとか2トンぐらいあるんですよ。めちゃくちゃもうなんか太いんですよね。でも絶対遅いやみたいな、もう絶対ターンとかできんやんみたいな、いやいやいや詰めますよってフィジカルだけですよねみたいな、あなた、いやいやだったらもうボール取りに行きますよって言うんですけど、カバねめっちゃ速いんですよ。知ってます皆さん、1トンとか2トンとか体重あるのにめちゃくちゃ速いんですよ。でカッサーノもちょっとぽっちゃりしてるんですよ。いい感じにねついてるんですよ、なんかこう脂肪がですね、で一見細く見えるんですけど、カッサーノもこれ走ったら速いんですよね。まあタイミングがいいっていうのもあるし、頭がいいっていうのもあるんですけど、走ったらもう
速いんですよ、うん、でもうカバーみたいな感じだから、まあ、カッサーノも同じようにいやいやもう動けんやん絶対もう太ってるからそんなに動けないでしょって思って敵もがっつりじゃあ行きますよってバーンって行ったらバーンってかわされてもう置き去りされたりとかあとはもう食いついたなと思ったらカッサーノも頭いいからもう 裏に抜けるねプレーしたらもう完全に置き去りみたいないやーんでまあカバーもあの凶暴知ってます凶暴なのめちゃくちゃもう怒ったらもううわーって突進していくのあれカッサーノも同じねカッサーノももうめちゃくちゃいいやつなんですよもう純粋でめっちゃいいやつなんですけどもう人を裏切るとか嘘をつく人もう大っ嫌いなんですよもうそういう人にはもう立場関係なくもう突進していきますようわーみたいな暴力は振るわないですよ暴力は振るわないですけどとにかくそれがもう会長だろうが監督だろうがもう名簿の人だろうがもう関係ないですもう裏切ったりとか嘘をつくもう人っていうのも大嫌いですでそれぐらい純粋なんですよねで、まあ、そうなった場合、まあ、感情コントロールがなかなか難しい選手なんですけど、まあ、とにかく本当に純粋でいいやつもうめちゃくちゃもう僕会いましたね悪童と呼ばれてるんですけどねもう大好きでしたね僕ずっと一緒にもう彼といたんですけどまあ僕の本当に親友でもあり彼ともう一回サッカーまたしたいな一緒にやりたいなって思える心から思える選手ですあとねカッサーのなんかこうなんだろうなたまにさみんな草サッカーとかしてるとさめっちゃ太ってるおじさんなんだけどめっちゃうまいみたいなボール絶対取れないテクニックめっちゃあってみたいな人いるじゃないですかあれのもうすごいバージョンですわかるかなこれこの例えわかるかな、まあ、いるんすよ多分草サッカーやったことある人はわかると思うんですけどおじさんって結構年取っててデブって言ったらあれやないいい感じにねこう体格しててお腹も出ててみたいな人がねめちゃくちゃうまかったりテクニックもあってボール全然取れないみたいなまあそんな感じですよカッサンあれのもう半端じゃないレベルがプロのレベルの中でも相当高いレベルのっていうねそんな感じですもう大好きですね僕本当に大好きなカッサンのラブですねっていう感じでカッサンですはい皆さんいよいよ第1位の発表ですこれはねもう僕のことを知ってる人だったりはもう分かってるでしょうねこの人っていうのははい分かってると思います発表します第1位はスナイデルですもうピッチの中でこんな感じです僕もう彼のプレーにもうこれ何回やったかいやもうお世辞とか持ち上げるためじゃないんですよ本当にもう天才的なプレーとそんなパス出せんのそんなシュート打てんのみたいなもうプレーするんですよね彼ももう認識お化けと言いますかもう認識お化けですねボールにもう本当にとらわれないですこれ僕いいプレーヤーのなんかこう定義みたいなのがあってやっぱいいプレーヤーほどボールに意識とらわれないですねっていうのもボールに意識取られた瞬間に体固まるしやっぱり周りも見えなくなるし状況も把握できなくなるんですよその時点で認識が切れるんでいいプレーが絶対できなくなるんですよねでいいプレーヤーほどもうボールに意識が向かないんですねもう厳しいこのボールの状況であっても周りを見れる周りを認識できる意識できるっていうのがもう本当に、まあ、上のレベルに行くほど、まあ、すごいプレーヤーなんですよで、まあ、スナイデルもうこれどう話したの、まあ、もうとにかくスナイデルも普段からもうめちゃくちゃねこう仲良くてもうずっと一緒にいたんですけどもう彼ももういたずら好きでね、うん、僕もいろんないたずらも彼にされてガチで怒ったこともあるんですよロッカールームですね僕のパンツにですね僕は練習というかジムでトレーニングしてる間に僕のパンツにですねメンソールみたいなあれをめっちゃバーって塗っててですねでシャワー浴びて俺普通にパンツ履いてやったらもうどんどんこの下がですよもうどんどんもうバーってもう燃え上がってきてっていうね、まあ、ふざけんなよって言ってっていうもうガチで怒ったこともあったりとかねもういったとにかくいたずら好きなんだよねもうね最初ね僕がインテル行った時もまだイタリア語もわからないかったんですよ、うん、でイタリア語わかんない状況でですねなんか変なイタリア語を教えてですねこれはすごく素晴らしいイタリア語なんだと、うん、これで監督に話しに行けとかですねね、この言葉言えと監督で喜ぶからとか会長喜ぶからとかって言ったりとかね言って僕が、まあ、それを本当に、まあ、言いに行くんですよでもそれがもうすごいなんかこうちょっと変な言葉だったりとかねちょっと下ネタだったりとかねするんですよもうふざけんなとお前ふざけんなってマジでもう言いたくなるほどね、まあ、そんなぐらいのもういたずらをしながらですね、まあ、何年ぐらいかなスナイデル多分3年
ぐらいかな、3、4年一緒にやったのかな、うん、一緒にプレイしたんだけど、まあとにかくね、いたずらもしながらとか、そう、懐かしいな、今でももう、まあ彼とですね、まあまあ食事も行ったりとかいろんなことありましたけど、まあこれはあのサッカーの話を、まあ天才的なサッカーの話をちょっとしたいなと。彼はですね、前回日本代表の、天才パスターの1位で遠藤康人さん、ヤットさんを、選んだんですけど、ヤットさんの時に例えた時に僕はこのオムライスのこの卵みたいなふわっとした本当に優しいエンジェルパスを出してくれると言ったんですけど、これスナイデルもそうなんですよね。もうとにかくふわふわしたこのもうオムライスめっちゃ柔らかい、もうパンとこう卵を乗せた瞬間にふわっとこうなるような柔らかいパスをスナイデルはもうスッと僕に出してくれるんですよ。もうタイミングもバズるんですね。まあまあもちろんこのすごい天才的プレイヤーに共通して言えるのは全部ゴールにつなげてくれるんですよ。ただ単に僕を走らすパスではなくて、まあ彼らはゴールを取るため、ゴールに向かうためにはどういうパスを出してあげるのがいいのかっていうのは多分そのまあ考えてるというか、まあ感覚的に多分やれてるんですよね。っていうのも感覚的にやれてるっていうのはもうゴールにつながってるから、彼らの意識が、うん、だからまあユートが走ったなと、ユートがここに走った、ディフェンスがここにいるな、この状態だったらどこにパスを出せばユートはそのゴールとつながれるような、走りができるのかみたいなところにボールを出してくれるんですよ。もうこれ天才的なプレイヤーもうみんなそうですね、うん、やっぱりすごいレベルが高くなればなるほどもうゴールにつながるパスを出してくれるし、ゴールにつながるプレーをします、みんな、うん、これはもう絶対言えますね。これまあオムライスみたいなこの優しいボールを出してくれるんですけど、彼のもうビビるところはもうシュート力ね、バゲモンス、何あれ、もうバズーカみたいなシュートを出すんです、ほんまに。なんだろうな、もう例えるともうあのオムライスありますよね、まあ、オムライスあってもうバーンってバズーカ持ってるみたいな。で戦の時にさ、やっぱりこう戦う時にバズーカ、まあみんなね、あのやっぱ攻め込まれたらダメだからバズーカ持ってるじゃないですか。でバズーカ持ってるけど、まあその人たちもさ、やっぱ人間だからお腹空くんですよ絶対に。でお腹すく、いやすいませんって言って、まあ、お腹すいたんでちょっとご飯食べに行っていいですかみたいなことしてたらもうやられますよね。それはね、攻め込まれるじゃないですかいや分かりますよこの例えね。でもスナイデルの場合はですね、いつでもどんな時でももうバズーカを発射できる準備ができてるんです。でお腹がすいたとしてもどんな時でももうオムライスがここあるんで、いつでもオムライス食べますし、あのお腹満たせますしね、うん、とにかくどんな状況でももう敵のもうほんとこんな隙間もうちょっとこうずらすともうシュート打たれて終わるみたいな。しかもそれがですよ、右だけじゃない、右利きなんですけど、右利きだけじゃない、もうその右足だけじゃないんですよ、左足も半端じゃないシュート打つんですよ。だからもう考えてみて、このこれをもうあの右と左にバズーカ持ってますよみたいな、いやもう絶対もう無理でしょってね、もうそんなやつ見た瞬間にもうすいませんでした降参しますみたいに皆さんなりますよ絶対。まあほんとそんな感じです。もう隙見せたらどっちでも行きますよみたいな、いやしかも俺お腹空きませんよって、ここオムライスありますからみたいな、優しいパスいつでも出せますよみたいな。いやそんなんさ、そやられたらアホかと、ふざけんなってなりますよね皆さん。もうほんとそんな感じですよ。もう最強なプレイヤーですね、僕が今まで一緒にプレイしてきた中でもう最高のプレイヤーでしたという感じです。皆さんどうでしたか。皆さん当たった人います？ちなみにこの第3位のこの3人当てた人、多分僕のことを結構こう追って知ってる人は多分カッサーノとスナイデルは多分出てきたんじゃないかなと思うんですけど、バネがね、これ当たった人すごいですね、マジですごいです。まあでもちょっとね、そのバネが以外にもめちゃめちゃいい選手いたんで、めちゃくちゃ迷ったんですけどね、迷った選手いるんですよ実は。またね、そういう選手のこともいろいろ話したいなとは思うんですけど、とにかくまあこの僕が海外でプレーする10年の間で、まあ天才的なパッサーはこの今日言った3人です、皆さんまたこういう企画をねどんどんやっていきたいと思います。まあ本当にこのランキングにすればですね、企画はもうめちゃくちゃあって、まあいろいろいるんですよ。でまあそういうプレイヤーとかも皆さんにこうね、ちょっとこう分かりやすくですね分かりやすいかどうか分かんないですけど、僕のね話が、ただこうやって皆さんに僕の経験というものをどんどん伝えていきたいと思いますので、これからも楽しみにしていてください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではチャオトゥッティ。皆さん次回はですね、実
宅で簡単にできる体幹トレーニングを紹介していきます。コアインナーしっかりと鍛えていきましょう。カバン